これはね、昭和40年頃になっての話なんですけども、包装資材屋さんっていうのができておりましたが、それまで包装資材屋さんっていうのはなかったわけです。それで、業者が集まって包装資材という名称の職業を作ろうということになりました。それまではどういうことであったかというと、例えば縄は縄屋さん、包装紙は紙屋さん、印刷物は印刷屋さんというふうに包装資材という業者はなかったわけです。それで、これではいかんから包装資材という業界を新しく作ろうということで、全国の人が東京に集まりました。そしてどういうふうにしたかというと、通産省に行きました。で、通産省に行ってその話をすると、それはいいことだけれども、さてどこの課が担当したらいいのか、担当する課さえないわけです。で、結局揉めた末に行ったところが家庭用品課という課で、課長さんは女性でした。で、そこは何をするところかというと、ボタンとか針とか糸とか、そういうものを担当する課だそうです。で、がっかりしながら帰ってきました。それでまず実績を積もうということで、その次に行ったのは電話局です。で、電話、ちょうど職業欄に包装資材という店の職業を欄を作ってほしいという申し入れをしました。これは早速に実現できましたので、今のいわゆる包装資材屋さんっていうのはもう今は普通になりましたけども、そ